はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。セブン&アイの、チューハイシャドルネ。シャルドネですね。甘くフルーティーな味わい。アルコール度数 5%、果汁が 5%。原材料が加糖ブドウ糖液糖とウォッカとブドウ果汁。と、炭酸と酸味料と香料。です。シャルドネって何？ワインか。白ワインのことですか？全くわかりません。カンピー。あ！ん？うまい。これ白ぶどうだ。マスカットチューハイだ、これ。あ、うまい、これ。これ、うまいね。あ、うまい。癖もなく。この程よい甘さと、そしてこのブドウの香り、白ブドウ、マスカット、シャルドネ、シャルドネって何？白ワイン用のブドウ品種、果皮が緑色の種付きブドウである。なるほどね。ブドウか。普通に美味しいですね。うん。白ワインの品種の女王らしいですね。シャルドネは。まあ、俺白ワインとかワインは基本嫌いなんで。まあ、全く飲まないんですけど。ワインはどうも苦手なんだ。なんかね、苦かったりするっていうか、渋かったりする。苦い。なんやろな。わからん。ワインはまあ、ね、どこでも売ってますからね。あ、でもこれうまいな。これクオリティ高いな、普通に。うん。全く癖もなく、普通に美味しい。普通に美味しい、あの、ジュース感覚で、ジュースのような、マスカット味のジュースみたいな。まあ、ワインはね。酸っぱかったね。まあ、赤ワインと白ワインだったら俺白ワインの方が好きなんですけど、まあ、どちらかというと、赤ワインはちょっと渋いというか、あれだよね。渋いのが俺は、渋いというか、渋い、まあ渋いかな。白ワインの方は飲みやすいんだよね。どちらかっていうと、ね、で、甘かったりすると、甘口のやつとかが俺は好きなんですけど、辛口だともう、美味しくないね。普通の甘口のやつが一番
うまいけど、まあ。みんな買うんだったら、普通にブドウジュースにウォッカ入れて飲んだ方がいいわってんだ。うまそうやな、このぶどう。ぶどうも俺、あれやな。巨峰とかさ、もう何年も食ってない気がする。うん。巨峰。ここ数年、ぶどうのぶの字も食ってないな。だってぶどう高いんだもん。ね、巨峰とかさ、当たり前だけど高いじゃん。だから、買わない。まあ、うまいんだけど、巨峰は。うまいんだけどね。まあ、やっぱり巨峰ですよね。ぶどうで一番うまいのは巨峰だよな。あのうまさは伝説的やね。これ美味しい。4444です。ご視聴ありがとうございました。